皆さんこんにちは、創身術の中島です。創世記の達人に学ぶ柔道骨大全、本日のテーマは体落としです。ではまずですね、こちらの写真をご覧ください。この写真一体何の技でしょうか？技をかけているところ、途中じゃないの、まだ技をかける前じゃないのっていうふうにですね、思うかもしれません。しかしこれは技をかけている瞬間です。これからですね、体をひねっていくと投げることができます。実はこの技、体落としなんです。現代の体落としと全然違う形じゃないか、これで投げることが本当にできるの、というふうにですね、思う方もいるかもしれません。しかしこの技、現代的な体の使い方をすると投げることはできませんけれども、創世記の理合でこの後ですね、体をひねっていくと投げることができます。現代と創世記では技のかけ方、そして技の理合がですね、大変異なっていたのです。実はこの体落としがですね、一番私が創世記の柔道シリーズでやりたかった技です。なんといってもですね、現代とだいぶ形が違いますし、とてもですね、この方法で投げれるような感じがしないからです。私は創世記の柔道というものに興味を持って昔の本を集めていました。そして、パラパラとですね、めくっていると、昔の技っていうのはですね、今とだいぶ違います。しかもですね、現在ではやってはいけないとされていることがですね、いっぱい出てきます。例えば、大外刈りではですね、足をあさっての方向に上げていますし、腰技では体を非常に横に傾けています。さらに、膝車や支え続け足はですね、こう体を開いてかけてですね、相手と正対したままこうかけています。パッと見ですね、非常に力ずくでかけているように見えるのです。これを見た私はですね、短絡的に、ああ昔はこういうふうにかけていて、だんだん洗練されてきてですね、現代の柔道になったんだなというふうに最初は思いました。しかしですね、この体落としを見た時、あれ、これ私はかけられないぞ、この形から投げることできないような気がすると思ったのです。そこで私はですね、認識を改めざるを得ませんでした。私のこの体の使い方ではこの形では投げられないな、じゃあ昔ってどうやってこの形から投げていたんだろう、ということでですね、創世記の柔道の理合研究が始まります。しかしそれは難しくはありませんでした。難しいかと思ったんですけれども、実はですね、昔の本に書いてある通りにやればこの形で投げられたからです。実はですね、昔の本ってさらっとこうやり方だけ書いてあって、詳しいコツとかは書いてないかなと思ったんです。現代の本とか見てもですね、ここはこうするみたいなことが書いてありますけれども、コツっていうのはあんまり書いてありません。しかしですね、創世記の柔道の本には事細かにコツが書いてあります。そして創世記の本でこうしてはいけないっていうふうに書いてあることがですね、現代でこうしろと言っていることだったり、現代でこうしてはいけないってしていることがですね、創世記の柔道の本では、そうしろっていうふうにですね、書いてあったりします。やってはいけないと思っていたことをがやってみるとですね、意外にうまくいくのです。ではですね、現代式の体落としと創世記の技を比べていきたいと思います。はい、じゃあ今度は創世記のですね、体落としをやっていきたいと思います。はい、普通の体落としはですね、現代的な体落としはこっちに入っていて、まあ、こっちにこう開けていく技ですけれども、創世記の体落としはですね、ここからまず足をですね、後ろに少し横に出してですね、そして相手の足の前にですね、こう足を出して
ひねって投げると、ここから横に出して相手の足の外側に出して、これをひねってあげるとちょっと不思議ですけれども、相手はこのついた足を支点にですね、丸く倒れていきます。普通にですね、適当な位置でこれを倒そうと思っても倒れないですけども、ちょうどですね、いい位置に、ちょうど右足がですね、相手の足の前側のですね、ちょっと外側に来るとこう倒れてしまう。これがですね、最初の頃の態度として、今のようにですね、ぐるっと回転するのはその応用編としてですね、できてきたと思います。